しい。マウンド経験は浅く球種も少ないが、コントロールはよくスピードも A クラスが、スタミナに不安があり、揺さぶりと球数で後半勝負か。お前たち、次にあんな男を見た時は一言だけでいい。10年に一度のピッチャーだ。噂の150キロを見せてもらおうか。1回裏、竜王学院の攻撃は1番センター中川君。1番から3番まで1球もバットに当てさせることなく3者連続三振。青州学園2年生北村光、これはびっくり。歩かせてもいいぜ。ストライク。あっそ、そんじゃゲームだ。青葉が言った通りだ。この時間に行くとこうちゃんがいるぞって。誕生日おめでとう。 あ、どうも。まだ続けてるのかい、若葉への誕生日プレゼント。いや、もうやめました。だんだんハードルが高くなってきたもんで。そうしてくれ。若葉もそんなものなんかにはこだわっちゃいないや。こうちゃんがこうして若葉を忘れないでいてくれるだけで。いや、あの子が願っているのは自分のことよりも一応青葉もみじ、そしてこうちゃんの幸せだな。きっとおじさんの幸せもだろ。そうだな。娘たちが結婚していなくなっちゃう前に早いとこ再婚相手見つけたら。バカ、この墓に眠ってんのは若葉だけじゃねえんだぞ。許してくれるよ。亡くなったおばさんが願ってるのもおじさんの幸せだろ。ええ、こうちゃんも遠慮すんなよ。好きな子ができたら堂々と若葉に紹介してやってくれ。見ろ、アズマだ。本当だ、ハスマだ、ハスマだ。一人でうろちょろしてんじゃねえよ、有名人が。青州学園エースの北村光だ。二人でうろちょろしてんじゃねえよ、俺たち有名人なんだからな。誰だあいつ。青州の背番号 6？ 知らねえな。青州の切り込み隊長、千田圭一郎だ、覚えとけ。変だ変だ変だ、そんだあんだ、なんだてめえら、わざとだろ。ストライク。なるほど、アズマがこのチームに残った理由が分かった気がするぜ。天候を早まったな。かもな。まさかのベスト4に一番舞い上がったのはあの監督みたいだね。たまたま2点に抑えてただけで、あれだけタイミングよく振られたピッチャーをいつまでも引っ張るからだ。青州打線を乗せちまったな。俺はノリで打てるピッチャーか。いや、ちょっとの付き合い勢いで崩せるピッチャーじゃねえよ。お前もあいつも。アチカギコールド、青州学園決勝進出。よっしゃ、あと一つ。
ンプはその後いくら高校を下しました。その後は甲子園だろ。ちょっと万歳万歳。本当に明日勝てば甲子園なのか。ん、豆が潰れたのか。まいったよな。そんな夢みたいなことが待っていると分かってたら、もっと中学時代。お、なんだよ。何も言ってねえよ。お前さ、月島青葉のこと好きだろ。ああ。お前のこともな。知ってるか？俺、嘘つくの得意なんだ。お前、本気で投げたらどのくらい遠投できるんだ？300メートルぐらいじゃねえの？なるほど。お前が言うと本当に投げそうな気がするよ。ありがとな。何が？嘘でも嬉しかったんだよ。ほら、中西、いつまで打ってんだ、カレー。なんか心配事でもあるのか？いつものコントロールじゃねえぞ。ゆうべ、あかねさんと電話で話したの。へえ、何を？内緒。好きなんだよね、あかねさんのこと。ああ。若ちゃんとどっちが？亡くなっちゃったやつとは比べられねえよ。じゃあ私とは。嘘ついてもいいか。いいよ。また出た156キロ。今朝約束したんです、160キロを見せてくれるって。ボール4。三島が2-3 から際どい球を見逃したことがあったか。あいつはそんなに審判を信用しちゃいないぞ。決まったな、この試合。ああ、お前があの球を見逃した時に。甲子園に行く。160キロ出す。そして月島青葉が一番好きだ。ついてもいいか。大嫌いだったんだから。いいよ、知ってるよ。青葉を泣かせられるのは若葉とちゃんだけよ。